こんにちはクラフティーチャンネルめぐみんですこれなんとね,じゃんもうねちょっとお気に入りのペンを今ここに入れてるんですけどもあのサラサのペンとかねこれ最近買った渋い色の引き織りこっちが筆になってて後ろがサインペンみたいなこんなのとかね入れてるんですねでね今日はその話ではなくてですね <laughs> いやーちょっとね面白いものをね発明しちゃったんですね発明ってことじゃないんだけど面白くてちょっとやりだしたら止まらなくなっちゃってですねこれはなんかすごく集中できてあのなんか心も癒されマインドフルネスにぴったりと思ってねあのちょっとお家の中にずっといたりしてちょっと最近メンタルがとか。 いいいうう方もちょっといらっととらしゃゃるんじゃないかなと思うんじななか思ですけど何か夢中になってね没頭できる時間ってすごい大事だなと思って私もちょっとねこれやってみてよかったのでおすすめしたいなってのがあってであのー、これね方眼のねノートなんですけどえー、っとね黒曜さんの黒曜のねこのソフトリングここのリングはねあの何、ー、これはな柔らかい樹脂でできていて。 私好きなんですね、なんかねこの柔らかいのがねでこのリングのねノートを買ってきてなんとじゃんこれ見えるかなこのマス目に沿って文字を書いていたら面白くなっちゃってですね止まんなくなっちゃったんですねで最初これあいうえおってカタカナでねずっと書いて最初のあがいきなり間違ってなんかふみたいになっちゃったんだけどあのー、こうやってね 書いていたらもう面白くなっちゃって <laughs> で「ああいうよって順番に書いてたのにここから「ハヒフフフ」じゃなくて「ハマやらは」みたいに書こうとしちゃって「ハマあ?」みたいになっちゃって <laughs> ここで終わっちゃってわけわかんないんだけど最後までやろうと思ってここからね「ハヒフフフフ」ってずっとやってね <laughs> 娘が落語が来てパニーとかわけわかんないこと書いてあるんですけどこれやったら今度アルファベットも作りたくなっちゃってこれね大文字と数字でねやったりとかね あとさっきお見せした和風の色のペンがあったのでその「松」とかね「茶」とかね「桜」そのペンの色の名前がこれなんだっけなさっきのね素敵な名前なんですよえー、時は」っていうの「時は松」っていう「松」って書いてあって「松」の色なんですねで「松」って書いてみたりとかでね同じ「松」なんだけど微妙に違うの分かりますかこれもね あのどこの四角を取るかによってデザインがすごい変わってくるんですよねで面白い <laughs> と思ってもうどんんはまっちゃって <laughs> なんか曜日書いてみたりとかね月火水木ってね書いてみたりとかこっちは小文字で書いてみたりとかそれでねこれ書いてるうちにそうだなんかネーミングつけようと思ってつけたのが空文字空文字の語源は 作るのが楽しい文字と書いて「空文字」って勝手にネーミングあいいかもと思ってちょっとね名前を付けてみましたもうこれ広がったらすごい嬉しいんですけどねハッシュタグとかつけてはい「ハッシュタグ空文字」もうすでにねインスタグラムの方に「空文字」っていうあのハッシュタグで私作品いくつか載っけてるんですけども あのね、これ本当にね、ただ四角を塗りつぶしてるだけじゃんって思うかもしれないんですけど、とっても難しくてですね。これね、ノート。例えば、これね、ノートって簡単な字なんだけど、N 一つ取っても、これ全部形が違うんですよね。ね違うの。O はまあね、この、 丸い感じにするか長方形にするかぐらいなんですけど t もねちょっと可愛い感じにしてみたりちょっと長さ出してみたりここの羽がなかったりとか e っていうのもすごいバリエーションがあって1234567個ぐらいバリエーションがあってこれね書く人によっていろいろ違うふうにこうやって引きで見ると見やすいな近くに寄るとねこんな感じですよこんな感じあこれ以上寄ると。 三脚は倒れる <laughs> って感じこれねで書くポイントとかねどうやって書いたらいいかみたいなねあちなみに漢字もね書いてみたら漢字はちょっと難易度高いよ漢字はね下向きをね一切書いちゃいけないのもういきなりペンで書く消しゴムを使っちゃいけないのだからもう一発勝負一発勝負で四角をどこに書いたらどんな形になるかなっていう風に頭の中で考えて書くっていうのがポイントなんですね。 だから、めちゃめちゃ頭使うんですよ、これ。なんかね <laughs>、すごい使う。でね、あの、こういうふうに、真ん中に穴があるのが来たりとか、こう2段で穴というか空間がある場合は、ここね、どこにこの穴が開くから、何個マスを使って、どこからスタートしたらいいかみたいなのを、すごい考えなくちゃいけなくて、これがめちゃめちゃ頭の体操になってですね、 なんか気づくとなんかもうずっと1時間ぐらい「あいろいろ書いてた」みたいになってすごいね頭の中がすっきりといいうかいつも使ってない脳みその部分を使っててる気ががししこれがもうめちゃめちちゃゃ楽しいんですよねななのでなんかちょっと仕事の合間とか勉強疲れとかあとはそうだなシニアの方でも多分できるんじゃないちょっと大きなマス目に変えてね塗りつぶすみたいなのやったらなんかそういう作業ってすごくいいんじゃないかなと思って。 でちななみに定規も使わないんですよ方眼ノートなので、まあ、このまっすぐをねなぞれば大体まっすぐにまっすぐじゃないんだけど私 <laughs> なんかね結構雑ではみ出てたりするんだけどでもなんかこれがちょっと味,なん味が出てまたいいんですよね手書き感が。これが多分きっちり線で書いてカッチカチになってるとなんだろうなつまんない <laughs> つまんないっていうか。 と私は思うあの几帳面な方は多分定規使ってねあの何センチまでってどこで曲がってみたいな考えてやるのが好きな方はまあそのやり方もいいと思うんですけどこの私の提案した空文字っていうのは本当に作るのが楽しいだから自由に書いてもらったら嬉しいなと思ってなので四角もねこう手書きで書いてでえー、っと早速やってみようかなデモンストレーションするよ。<laughs> フィッティで書くとします 「日」という字を書くときにここに2つ空間があるのでまずその部分を避けないといけないからここにここが空くよーみたいなこう基準を決めちゃうんですねまずこうやって。あとはこの周りを書けばいいだけなので。 ここを1個ずつですねこうちゃんとこの方眼一目一目をこうやって囲むようにして周りをぐるっと描いていきますこうやってねまとめてでってまっすぐ描いちゃえばいいじゃんと思うかもしれないんだけどこのね1個ずつ描くのがまたポイントこの黙々とやる作業時間がね のほらガタガタしてるでしょはみ出たりねもうこんなの気にしないで全然平気ですまあ気にする方は丁寧にね私は適当にやっちゃうのでこんな感じでもね仕上がりはだいたい大丈夫なんですよこんなもんでこんな感じねあここもだこの真ん中ね真ん中わかんないこうしたらこの一マスずつを斜めのこう斜線でこうやって一個ずつですねこう一気に描かないで一マスずつをこうやって斜めで埋めていきます もう大雑把でいいんですけどね。なんか、この線の幅とかによってね、線が細ければ細いほど濃く見えるんだけど、大きく描くと薄い見えるっていうね、これ。こんな感じで。まあ、だいたい結構バラバラだけど。<laughs> 大丈夫、気にしない。ほら、だんだんね、漏れて、こうやって埋めていって、 ほらね、つい無言になっちゃうんですよこれ夢中になってこれ本当にこれはね楽しい楽しい楽しい一人で楽しいほらできたただ,だーんできましたよ「ひねこれは簡単なんだけど例えばこれをそうだなアルファベットの「A」って書くとしたらどうやってやると思います A もいろんなパターンがあるよ フィッテージはねだいたいここの横をもうちょっと大きくするとか一文字だけにして細くするとかそのぐらいなんだけど本当にあのものによって全然違って A もここ2つ穴が開いているけどどうしようかなみたいな考えてえー、っとどうしようかなちょっとこれをイメージしていこうかなちょっと大きいちょっと太っちょのに太っちょの A にしようかなこうしてまずここにこう来て ここにこう来てこう来てもうなんか順番ね適当なんですよねでもしかしてここを埋めた方がいいかなどうかなみたいなとかちょっと開けといて先にあの埋めるところをねでここが足だからこっからこうこう,こういう感じであちょっと今ルール守ったかったね <laughs> 四角でこう書いてねあめちゃめちゃずれてますけどね今傾斜傾斜 A に見えるかな でこれをまた射線でこうやって塗っていきます。あのこの空間開けたところをうっかり塗りつぶさないように気をつけてくださいね。これね、まあよく失敗するんですけど、まあ失敗しながらいろいろ学んでいけるので特に気にせず。でこれペンで書くので本当に消さないで一回勝負。そうで間違えちゃったのを残しておくと、あこの時ここ間違えたからここ書かないようにすればいいんだなみたいな参考にもなるので。 残したままの方がいいんじゃないかなと私は思います。個人的には。うん。でも完璧を求めない。本当にゆるゆるい感じでね。これ A 書いててストレスたまるの意味わかんないんで。できたそう,こう言ってるうちにできました。なんかこれ B にも見えてきたとかね。いろいろこう想像力を膨らませるといろんな風に書けるんですよね。これ。 面白いんですよ。だからもうこれをぜひね広めていきたい。広めていくっていうか一緒にやりませんかって感じなんですけどで。ちなみにね、さっきのハッシュタグのこの空文字のもうですよ、もう一回。よーく見ると上と下、どこが違うでしょうみたいな。ここの A ね、ちょっと太っちょいの A にしてみたり。ここね、塗ろうか塗る前か悩んだんだよちょっと空欄にしちゃったんだけど。 O o がね、この「大きなと小なっちゃでしょあ、あここれあまり買わないかそう、この空文字」っていうロゴ,ロゴをねちょっとこれでせっかくなのでこの方眼で書こうと思っていくつか書いてこれはほぼ完成形なんだけど最初の頃はねもう失敗してへんてこりになんですよそうやっていろいろできるのとあとこれはねちょっと面白いんですよよく見てください濃く塗ってあるから「クラフティー」って書いてあるのわかるかなと思うんですけど これ実はよく見ると空文字ネーミングを決めた時に作,作るっていう字に楽しいっていう字に文字っていう字にどうやって書いたらいいのかなって思ってこれ書いてみてで、まだ塗りつぶししてなくてですね塗りつぶそうと思った時にあなんかクラフティって文字があるかもと思って見つけたらなんかねなんとなくクラフティー。で、ね、これこう,こう塗ったのがこんな感じね。 ちょっとこれもデザインが違うんですよね。よく見るとね。わかるかな違いが。わかるかな違いが。わかるかなって感じなんですよ。なのでね、これからこのシリーズをね、ちょっとしばらくクラフティー、これシリーズになりそうですけど、なんかね、楽しいので、お題を出してみんなで書くとか楽しいかもしれないですね。なんか YouTube のあの、 YouTube ライブっていうのができるらしいんだけど1000人以上登録者が増えたのでおかげさまでだけどちょっとやってないんで今度 YouTube ライブそれやってみちゃおうかな見てくれる人いるかな空文字ねぜひ一緒にやってみませんかということで今日はえー、っと私の考えた空文字方眼ノートとペンだけあったらできるというマインドフルネスな お絵かきなのかなこれは字を書く空文字というのをご紹介しましたそれじゃあまたねーバイバーイ